人を超え鬼を超え全ての魔王級鬼武者に最強にして最悪の鬼武者になるのだ結城秀康。偉大な創造神の力、俺のせいだ、俺がうん、一人で秀吉と戦っては勝てる、勝てんのだ。醜い化け物になっちまう。まこと無粋な。できねえよな、そんなこと。ふざけるな。この輝きこそ我らが計画の始まりなのですよ、天狗会。この塔の目的は何だ。何を企む三成。かかりましたな。地獄を始めやがった。まさか悪石起動させたか。またごときでは止めることなぞできません。そう、黒き鬼でも現れぬ限りはな。なぜこの男は幻魔が切れるの。呼吸の剣を置いて幻魔を撃てる術は。たくさんの人が仲間が死んでいる。間違いない、降臨する。この死ね者へ。さあ、ほら秀康、お前こそが人間の最後の切り札だ。俺の大事な仲間、愛してもらうぜ。貴様、人間を命を何だと思ってやがる。美しい花見に良い余興ですが、その黒き鬼の力見せてもらおう。